朝ごはんを食べたら神社でラジオ体操、虫を捕まえたり海に飛び込んで思い切り泳いだり、町の人と交流して列車に乗って隣町へ遠征。お祭りの夜は特等席で花火鑑賞。いろんなことを経験すればできることも行ける場所も広がっていきます。そして夏の終わりには、あなただけの夏休みを過ごしてみませんか？夏もん20世紀の夏休みはこの夏発売。